池谷三郎は日本のアナウンサー、俳優、東京都中央区日本橋出身、慶応義塾大学卒業。1951年10月、開局を控えたラジオ東京にアナウンサー第一期生として入社。入社1年目に駅伝中継を担当。老極天狗道場では1954年10月の第1回から司会を担当。ラジオ番組において、 トップレベルの徴収率を上げる功績を残す。池谷も、老極天狗道場を始めるまでは、老極のことは、全く何も知らず、広沢虎像の、自老朝伝と言っても、体制も知らなければ、小政も知らなかった。という。1966年1月、ラジオ局放送部兼テレビ編成局アナウンス部。1967年11月15日。 アナウンサー研修室設置に伴い幹事へ就任。1970年1月、教育事業本部計画室。1971年5月、教育事業本部教育部件管理部。1972年2月、東京学院へ出向。1974年4月、TBS に戻り、人事室開発センター。1975年9月、人事室。 1977年7月、テレビ本部放送業務局。1977年8月、放送業務局視聴者センターにそれぞれ在籍。1978年8月、TBS を定年退職。その後は、東京アナウンス学院の校長などを務める。俳優としては、TBS 在職中に、ゴジラよりアナウンサー役として、毎回画面に登場以降、 東方特撮映画等にも出演するが、ノンクレジットが多いため、特撮映画ファンの間からはいつものアナウンサーという通称で呼ばれていた。1991年、ゴジラ VS キングギドラ公開直前に放送された NHK の特番に、坂井幸を立花の正明と共に出演し、インタビューに答えていた。2002年10月19日、間質性肺炎のため、 神奈川県鎌倉市の病院で死去。79歳没。ありがとうございます。